今回紹介するのは「いい親よりも大切なこと」「子供のためにしなくていいことこんなにあった」という本です各種メディアや口コミで話題の講座「親子保育園」から厳選した遊び・コミュニケーション・しつけのノウハウを具体的に紹介まるしなければならないという子育ての辛さは9割が思い込み 子育てが辛いと感じるママに子供がのびのび育ち親も楽になれる秘訣、教えますすべての方に読んでほしい子育て中の親御さん保育士学校の先生はもちろんですがおすすめしたいのは親との関係に悩む再構築したいと思っている方々にです子育てには正解も教科書もないだから 親はいろいろな情報に惑わされながら自分の子供と本質的に向き合うことを忘れがちです外からはすぐに見える子供の良さにも気づかなくなってしまうことばかりそして切な的な場の収束に走ってしまい後で気が重くなるような言葉を子供に投げつけてしまうこともそんな思い込みや習慣化しやすいことに関して 一つずつ丁寧に紐解いていってくれますそこには彼らの一貫したポリシーがあります子供の邪魔をしないこれは一つの大きなテーマを内包していますそれは自分の邪魔をしないということ親も自分の生き方の邪魔を自分でしてはいけないのですこの世界への素敵な贈り物のような本この本で心が少しずつ軽くなって 笑顔が少しずつ増える毎日をみんなが送れますようにと祈りを込めたくなるような本でした。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。